正反対な二人の恋はさあ始まるのでしょうか。合図の鐘が鳴る。君はいつかの気になった人、どうしてここに。ストーカーだったり警察を呼びますよ。違います、怪しいものじゃありません。おかしな出会いの隣の部屋の子、レッスンサボってダラダラやらなくたってできちゃうし、おせっかいなんて大迷惑。めんどくさいはずなのに正反対な二人の恋はさあ始まるのでしょうか。合図の鐘が鳴る。要領悪くて放っとけなくて、あ、気づけばいい。僕は